3月27日は、グレゴリオ歴で年始から86日目にあたり、年末まで、あと279日ある。日露戦争、第二次旅順校閉塞作戦国会艦隊による、ボスポラス砲撃始まるスハルトが、インドネシア大統領に就任。30年の長期政権となる、ルイ17世誕生。6歳児に、フランス革命を迎え遊兵される、X 線の発見者。 ビルヘルム・レント・ゲン・誕生情報歌舞伎役者、初代、中村・ガ次郎モダニズム建築の建築家、ミース・ファンデル・ローへ。画像は、バルセラナ・パビリオンの復元建築第61から63代内閣、総理大臣、佐藤栄作。比較三原則を提唱チェリスト、ムスティスラフ・ロストロポービチ映画監督、クエンティン・タランティの戦国武将、武田・信ブトラボツ。画像は、 甲府の母所海軍軍人の広瀬武を、日露戦争で部下の救助中に戦死。軍神として深刻化された戦利休を忍ぶ自給機。ありがとうございます。